いただきます。どうも、パンケーキこと、岸優太と申します。昨日、新武器が追加されて、落ち葉シューター、スパイガデッドベッチュ、北斎ベッチュ、リールガンベッチュって追加されて、で、新しいスペシャルにウルトラハンコと、新しいサブに、なんだっけ、サブが、トーピードが追加されたんですが、それね、どれも結構まあ、面白く強いサブだったり、スペシャルだったりするので、昨日はウルトラハンコの動画を投稿したんですけど、今回はちょっとトーピードを使う2種類を使っていこうかなと思います。トーピードが、どれだ？カサベッチューと、スパイガジェットベッチューと、落ち葉シューターについてるので、その2種類をね、使っていこうと思います。それでは、やっていきましょう。行きましょう。あれ、集まってるぞ。あ、来た来た。傘っていうスパイガジェットをあんまり使ったことがなくて、普通の傘とかだと、まあまあ、たまに、リグマの時とか使ったりするんですけど、お、相手にも傘ベッチュがいる。押しっぱなしで出るんですね。その代わりパージができないから、おい、お、ロックオンした。ロックオンすると相手にマーカーがつくから、そのマーカーで敵の位置がちょっと分かったりしますね。撃ち落として、あ、やった、トーピートで1枚切れした。これめっちゃうざいよね、敵からすると。これ、これでやれるの強すぎだから、敵と味方が戦ってる時に、援護できる。援護しつつ、しかもキルをかっさらう可能性もあるという、めちゃくちゃ強いシャブだと思う。トーピード強すぎー。敵がいるかもしれないところにこうやって投げたら、敵のいる方に行ってくれるから、敵のはね、しっかり撃ち落として、OK、やっていく。こういうことなんですよ。これしかも結構バブルに対してのダメージも大きいから、さあ、ロックオンして。おい。トーピート投げてるだけででも勝てないな。トーピート投げてるだけでは勝てないから、しっかりね、塗っていかないとね、これ縄張りバトルやから。一回戻ろう。一回戻って、相手ハンコもあるからね。ハンコ来てるね。まだ続くのか。これしっかりやって、落ちてた。いや、ピンチマークついてる。なんだ。傘強いよ。傘強いよ。敵の攻撃防げるの強いよ。正面から当たって打ち勝てるからな、北斎に。あ、やべ。やべ、エイムが合わなかった、ごめんなさーい。いやー、ごめん、負けちゃったかな、これ。あー、ごめん。いや、でも、スパイガジェットベッチュ自体はめっちゃ強くないですか、これ。ほらほらほら、初キル取ってる。次は、もみじシューターじゃなくて、落ち葉シューター使っていきましょうか。落ち葉は、なんだっけ、トーピードに、
バブルランチャーですね。バブルランチャーか。ってことは、こういうの積んでみると面白いかもしれない。これスペシャル強化じゃない、サブ強化を積むとどうなるんだろう。サブ性能アップ積むと、強くなるのかな、トーピードが。こんな感じでいいかな。結構トーピードインク消費が多いので、サブ効率、サブ効率アップ積むと結構戦いやすくなるんじゃないかなと思います。もんからキャンプ場の暴れ当たりっていきましょう。さあさあ、はい、おー、なんか新武器多いね。新武器多い。昨日出たばっかだから、新武器が多めですね。さあ、初動、あそこから出てくる敵に対して、あ、誰も出てこない。あ、誰も来ないじゃん。なんでだ。あ、来てる来てる。オッケー。これ、ロックオンして。これ出さないように。わーめっちゃ間抜けな声出たんやけど。漫画とかアニメじゃないとあんな声っていうか、あんな悲鳴あげるやつおらんくないか。わーって。おい、くらえ。俺のトーピード撃ち落とせるんだよ。おりゃ。おれ。どうしようかな。いや、ないか。さあ、行ってくれ。やばい。痛いよ。待って、めっちゃ塗られてる。トーピードにこだわりすぎたよな。トーピードを投げることにこだわりすぎると、自分の塗りが甘くなっちゃうよね。うわぁ！川の中に入って逃げる気か、お前。当ててるぞ。よし、危ねえ。行くのです、トーピード。行くのです。よし。さあ、濡れ濡れー、濡れ濡れー。あー、帰っちゃった。帰るの早っ。逃げ足早すぎか？逃げる気か、ボーイ。よいしょ。わーわーわお、ナイス、ピンチマーク。よし。しっかり塗っていけ。塗ったら勝てる。俺たちは、塗って勝つんだ。塗って勝利を得ろ。よし。これは勝ったんじゃないか？勝ったでしょう。ナイス。素晴らしい。な、このメトロボめっちゃ可愛くない？メトロボめっちゃ可愛いねんけど。いいね。ちゅうわけで、あ、スケジュール更新入った。ちゅうわけで、今回は、スパイガジェット、ソーレーラじゃなくて、スパイガジェットベッチュと、落ち葉シューターでした。なんか昨日なんか動画で見た、動画っていうかツイッターに回ってた情報によるとなんか、バブルランチャーの即割りができるみたいな、話を聞いたんですが、でもやってみると、できないから、これはもう修正されたのかな？多分。
わかんないけど。あ、なんかギア的な感じなのかな？ギアとかが違うのかな？いっか。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またね。バイバーイ。